いやなんかこの前こよりとご飯食べに行った時になんかいいご飯屋さんに行ってなんかこよりもね話してたと思うんだけどこの内容ちょスイちゃんの枠でも話させてもらうんですけどこよりとご飯食べに行っていいところだったからあのおかみみたいな人が目の前で調理してくれるわけよお肉をでそれを我々は食うんだけどまあおかみさずっとそのいるからいるからそのおかみに気使って喋らないとかすると永遠に喋れないわけねだからもうおかみのことは無視して喋りながら食ってたわけなんだけどまあラストの話とか結構しててなんか、まあ、ラストってさやばいやんラストってやばいやんってシーズンの最後どうなるんだろうねとかなんかそういう話はしつつその私さ最初のなんかもう動物も飼れなくてどうしようみたいな本当に初心者も初心者でどうもできねえよみたいな時にさもうその場で死んで自分の肉を食うっていうことを繰り返してたんだよねみたいなことを言うたらなんかおかみがえみたいなえみたいな顔してスイちゃんをチラッと見てこいつえ五体満足かみたいなこいつ五体満足かみたいな顔で見てきてさ足ないとか思ったんかな足ないとか腕ないのかこいつみたいな思ったんかなでなんかさそれに対して小売りも小売りでさ頭いいとか言うからさ頭いいってえ本当に食うもんが何もなくて困ってただけに自分の肉食って何とかしてたんだよねっていう頭いいとか言ってなんだこいつらバカじゃねえのかって多分思われてたんだと思うけどねでもそのそれ以降ももうおかみのことはずっと無視して無視してっていうかもうおかみはこっちにさ干渉してこないからおかみそっちのけでラストの話し続けてあーなんか銃作るときはあれやった方がいいあれだ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 みたいなあ、いいですね。なんかよくあそこに行くとやっぱり殺し屋になっちゃうんですよね。家近いからさ、みたいな。殺し屋？家近い？ん？小夜もよう見とる。小夜！おかみ可愛かったですね。ね、おかみ可愛かった。で、さすがにまあゲームのことなのかなって気づいたおかみが、我々が帰る時に、帰り際に、お二人はなんかゲームとかよくされる仲なんですかって聞いてきてはいってはいって言うた日本以外だと通報されるそれは本当にそうですね